はい、今日も始まりました歴史談義。あ、始まりましたね。今日はですね、はい、またちょっと違う方に行ってみたいと思うんですけども、逸話、うん、みたいなものにちょっと触れていこうかと思っておりまして。なるほど、ちょっとあれ闇が深いやつですか。まあちょっとロマン枠かなみたいなロマン枠ね。はいはい。で、今日はですね、ちょっとゲストを一人迎えて、今日3人体制でやってみようかと思って。なかなかないですね、これは。なかなかないですね。はい、やってみたいと思います、はい。ゲストのですね、イカサマさんでーす。よろしくお願いします。イカサマさん。イカサマなの？何なの？イカサマですね。イカサマなの？はい。なんで、イカサマと呼んでください。イカサマですね。いや、イカ様ですね。うさんくさいですね。うさんくさおだからね、今のね。一応今日のテーマですね。上杉謙信女性説。おー。という話です、ね。なかなか。でも結構ね、歴史好きの人は知ってるんじゃないかって聞いたことはあるんじゃないかなと。戦国無双っていうゲームだと、がっつりちゃんと男性なんですけど、うん、あの、カプコンが出してるバサラっていうゲーム。はいはい。の方だと、かなり女性なんですよね。なるほど。今絵が出てるんですよね。はい。はい、あの、明らかに意識して作ってるな、カプコンさんはっていう感じですね。あ、なるほどね。まあ、確かに、生涯独身なんでしょ？そうなんです。子供がいないんです。なかなか大名として制裁を取らないっていうのは、性質っていうのを取らないっていうのはいない、うん、他いるのかな。あの時代ってやっぱ血筋残すっていうのが絶対的な条件、うんうん、一番大事なところなので、うん、やっぱ子だくさんっていうのは大事ですよね。最近既婚説っていうのも出てきてまして、はあ、あるの？あるんですよ。高野山の文書に越後府中に、ご神像がいたと、うんうんうん、でご神像っていうのは、うん、まあ、新しい作るの心臓なんで、うん、新妻っていう意味なんですよ、うん、がいましたと。でそれはまあ上杉謙信が越後を治めた時の資料なので、うんうん、まあいたんじゃないかって説があるんですけど、はあ、はいはいはい。でそもそも上杉の家督を継ぐってことは、うん、基本娘婿なはずなんです。家だけ継ぐってのがなかなかない時代なので、うんうん、だから本当は、その上杉のりまさなり、なんなり上杉家の血筋の人と、実は結婚を準備していたんじゃないかっていう。その関東関連とともに、そうです、そうです。女子も預けられてるはずだと。そうです。っていう資料があったりなかったりっていうので、今、既婚説っていうのも、ちょっと流行ってるっていう説ですね。決して独身ではないっていう。なかったんではないかっていう説が。あ、それもなんかわからないんだ。わからないんです。ああ。結局その子供がいなかったっていうのは事実で、うん。まあそれが後々の家督争いにつながっていくわけなんですけど。そうですね。はい。甥っ子ですもんね、影勝は。そうですね。姉ちゃんの子ですよね。はい。そもそもこの説が出たのが、どっから出たのかってちょっと知りたいですね。うん、ああ、そうですね。上杉謙信の遺体って仮装されてないらしいんですよ。甲冑着てたまま漆で固めた遺骸が残ってるらしいんですね。うんうん。で、上杉家の菩提寺みたいなところに、うん、安置されてるんですけど、うんうん、上杉家の子孫たちがもう絶対触らせてくれないらしくて、うん、だから歴史的な学術検査っていうのが一回も受けてないらしいんですね。うん、磯田さんでもダメ。ダメでしょうね。いや別に磯田さんだからいいっていうわけにも、うん、言わないけど、全員ダメだね。だからもしそれいじったり瞬で分かるような話だとは思うんですけど、ね、DNA 検査できますね。一番最初に言った人がですね、1968年に小説家のですね、矢切留夫さんっていう人が提唱した仮説っていうのがこちらなんですね。うん、じゃあちょっとですね、説が一個一個あるんで、この辺の話をしつつですね、はい、ちょっと談義していければと思います。はいはい、戦国時代ってカトリックの人たちが結構入ってきてますよね。はいはい、で、戦国時代の資料ってどうしても後で改ざんされてるものがかなり多い。秦朝後期だってちょっと怪しいってね、話をね、はいはいはい、うん、言うから。結局、まあ、秀吉と、まあ、特に徳川家がね、うん、かなりいじってるはずなので、うんうん、あんまり信用できない、うん。ってなると意外と海外の資料がかなり、ちゃんとしてんじゃないかと。っていうところなんですよね。うん、この時はですね、スペインのゴンザレスっていう人がですね、うん、日本の調査報告書を国王フェリペ2世に送ってた手紙が残ってるそうなんです。で、その中の話で、会津の上杉のそのおばが、茶道を開発して黄金をたくさん持ってるという手紙を送ったんです。うん、まあ、会津の上杉ってことは影勝ということですよね。そうですね。そうですよね。で、影勝のおばとは、これ謙信じゃないっていう話なんですね。甥っ子なわけですね。甥っ子なわけですね。おばって誰なんだってなるってことだね。そうです。それが謙信に当たるのではないかということですね。いい説が第1個目ですね。はい、はい。はい。
この女性説の中にはうちらのイメージで言うと華奢で、はい、みたいな、はい、ね、いわゆる女性らしいみたいなイメージがあるけど、はい、じゃなくて、はい、パッと見はもうわからないぐらい、でっかいおばちゃんだったって話は可能性はありますよね。まあ、死ぬほど酒飲むおばちゃんいるからね。いますね。いるから、なくはないよね。実際に死んでますしね。そうだね。皆さんが知ってるような説で言うと、上杉謙信って、うん、まあ、49歳の時に、脳卒中で、うんうん、トイレで倒れてたという話が結構有名なんですよ。うん、なんで、こう、突然死なんですよね。うん、これ、どういうところから来てるかっていうと、もともと江戸時代初期の大名の松平忠明っていう人がですね、編纂した東大記っていう資料がありまして、うん、で、この中にですね、この春、越後影虎死去、うん、まあ、49、うん、大虫と、って書いてあって、まあ、あと、うんぬんみたいなんですけども、大虫って何って話なんですけど、病名なんですよね、簡単に言うと。で、大虫って調べるとですね、現在で言うと、更年期障害、婦人病らしいんです。あの当時って、生理不順とかがあって、うん、あの、子宮内の炎症を起こして亡くなる女性もやっぱいらっしゃったそうなんですよ。うん、で、それを指してるんじゃないかっていう話が。うん、ああ、なるほど。はい。で、もう一つ、その資料の中にですね、干渉で倒れたって書かれてるらしいんですけど、うん、で、この干渉っていうのを、江戸時代の軍学者のある人が、かわやって捉えちゃったそうで。なので、トイレで倒れたっていう解釈されてるらしいんですけど、誤、うん、読はあるあるですね。で、この干渉っていうのは実際は、書斎とか、自室みたいな、うん、一人でこう、静かに過ごす場所の全般的なものを指すっていうことなんです。うん、なんで、トイレではなく、うん、上杉謙信が持ってる自室で倒れてたんじゃないかっていう。まあ、書斎みたいなところで。そうそうそう。そこで亡くなったんじゃないかと。うん、でちなみに時世の句も出てるんですよ。うん、なんで脳卒中で急に倒れてる人が時世の句出るわけがないっていう。そうなんでっていう話ですね。そもそもがこのオオムシっていうのを、うん、さっきの矢切富夫さんが、オオムシイコール婦人病の解釈なわけですよ。なるほどね。そもそも虫って言ったら、自分を思い浮かぶのが単純に虫なんですよ。海中とか線虫の類で。はいはい。で結局それによる腸閉塞って昔はあっただろうなと思ってまして。サナダムシってこと？あ、そうです、そうです、うん。今でも多分発展途上国とか行くと多分そういうのが例としてあるのかなと。設定自体が違うんじゃないですか。そうですね。ね、結局その一点なんですよね。イカ様って言われにめちゃくちゃ普通のこと言ってるね。めちゃくちゃちゃんとしたトーンで言ってるのね。まっともな感じで言ってるのが逆に怖いんですけど、イカ様って言ってる割にね。はい、イカ様って言ってる割に。大虫が何なのかっていう、何を指してるかっていうのは、はい、まあ、結局謎な部分はありますよね。ね、川屋も違うとかってなると、僕の中でうさんくさいはね。はい、うん、まあ、人によっては大虫イコール生理現象だって捉えてる人もいるらしいので。あ、そうですね。複合辞典によると、味噌の隠語らしいんで。うん、そうらしいですね。味噌、はい。赤味噌ですね。その赤から血を連想して、生理とか、うん、婦人病っていうような。すごく遠回りな難しい言い方なんだね。難しい言い方ですね。落語とかでもやっぱり、大虫っていうのが出てきますんで。やっぱり、味噌なんですよね。もうなんで、あの、川屋で倒れたっていうよりは、自室にこもって、あまりにやばい、普通が来て、自生の句書いてそのまま倒れたんじゃないかみたいな話が出てたりしますね。うんうん、毎月の引きこもりということですね。うん、これ別に男だって引きこもるわけで。うん、いや、そうなんですよ。ね。だこれがですね、一応、謙信はですね、毎月、だいたいこの辺で引きこもるっていうのがあったんで。うん、で、さっきの話で言うと、その、生理、周期っていうことになってくるのか。うん、はい、うん。で、結構やっぱひどかったわけ、あの、北条軍が攻めてきてる時ですら、数字にしなくてこもってたっていう記述もあったりとかするぐらいなので、うん、まあ、よっぽど生理がひどかったんじゃないか的な話ですね。うん、はい、そう、毎月。必ず。ここはどうなんですかね。どうなんでしょう。出店。どうなんですかね。出元がどこなの、うん、確かに出店元がわからない。そうなんですね。これはね。うん、結局、なんか後付けな気がするんですよね。各、うん、とも、やっぱり女性説って話を知って、意識して髪伸ばしたらしいですね。みたいですね。ああ。ちなみます。あの、僕はあの、地元が新潟なんですけど、はい、要は上杉謙信のお膝元なんですが、地元のおばあちゃん方はですね、うん、学徒を知らなくても、上杉謙信って言うと分かるらしいです。上杉謙信やった人。そうです。ね、あの髪長かったあの人ね、はい、って言うと、そうです。触るんだ。はい、学徒って言うんだ。そう、学徒とは分からないんですが、上杉謙信としてあの人を認識してるみたい。まあオープニングの曲もすごくいいですからね。よかったですね。謙信の出陣を歌った御勢歌っていう曲が、目の不自由な女性芸人が歌う歌っていうのがあるらしいんですけど、で、こんな歌詞があると。
虎年虎月虎の日に生まれたマントラ様は白山様の御ために赤槍立ててご出陣、男も及ばぬ大力無双ということですね、うん、で、まあ、マントラ様っていうのがその剣心のことを指してるんですけど、うん、男も及ばぬって言ってるところから女性だったんじゃないかと、うんうん、あこれはまあさっきも言ったけど、はい、やっぱ男勝りの女性っているわけじゃないですか。あね、歴史的に言うと龍馬で言うお姉ちゃん、うん、乙女あです、ね、乙女さん、乙女ね、うん、スキンって言われたみたいなことっていう可能性もあるとね、うん。そうですね。うん、それはまあ、ありえない話じゃないですけど、まあ一期五会ですんで、うん、見せ物的なものも大きいですね。正直。うん、結局まあ女性説あながち嘘じゃないところで言えば、まあ謙信がすごい体がでかいおばちゃんだったっていう話ですね。そうですね。あ、うん、あれ説4までですか？あ、もう一個あります。もう一個あります。じゃあ最後まで聞いてください。それ出てからにちょっとしましょう。あ、OK です。織田信長がやっぱり上杉謙信って読めないので怖かったっていうところがあって、まあしばらくは仲良くして同盟軍の送り物とかを送ってたっていうんですね。うんうんうん、でこの贈り物が送ったっていうのは屏風っていうのはもう結構有名なんですけど、この屏風が実は源氏物語の屏風だったらしいんですよ、うん、で源氏物語って基本的に恋愛をテーマにした物語だったんで、うん、あのそういう意味も含めて、あとプラス屏風って基本的にあの時代女性に向けて贈るものだったらしいんですよ、うん、っていうところも含めて信長は謙信女性って分かった上で送ったんじゃないかっていう、あこれが最後の説ですね、あれでも有名ですよね、あの金屏風の、うん、そうですそうです、ね、すごい有名な狩野派一門だよね、あの絵自体の価値がすごく高いので、うん、それを送ったっていう単純にそれだけって考えられる可能性ももちろんあるんだけど、はい、誰に何を送ったら喜ばれるかはでも信長は考えてたと思うんで、うん、あただ高いものを送った説もありますけどね、そう聞くと、うん、まあ、確かに屏風を送るっていうのは結構珍しい、意外なものではありますよね、うん、だから意外に俺ここはありかなと、うん、はいはい、喜ばれるものをちゃんと送ったんじゃないかですね、まあ、というわけでこの説不幸、まあ、これ全部言い終わりましたけど、はいはい、総称的にどうなんでしょうか、女性の人としては自分の考えでいきますと、うん、上杉謙信って、うん、まあ出家した後の法号ですけども、はいはい、要は伏木庵謙信という法号なわけです、うん、ってことは男性なんですよ、天が入ってないんで、あーなるほどね、伏木庵っていうのが女性のあれがない、女性の性を表すのが入っていない、本当は天みたいな字が入る、入りますっていうのと、女人禁制の山に行ってるってことですね、山は結構ダメなんですよね、高野山もそうですし、うん、まあ、一番近いところで言うとあの松尾山っていう松尾山か、うん、はいはい、っていうところに、まあ、今松尾神社っていうのがありますけど、まあ、そこにもやっぱ気象してたりとか、うん、もう気象所だったりしてるんで、そこもやっぱ女人禁制の山になってますんで、うん、そこに入ってたってことはやっぱりもう女性じゃないでしょうと、はいはいはい、いう感じですかね。ああ、でも宗教的な観点から見ると、はい、分からないですよ。もちろん肉体的には女性じゃないかもしれないけど、うん、トランスジェンダーのあれもあるんで、うん、あのメンタルはあれだったかもしれないですけど、肉体的特徴は多分男性だったんじゃないかなと思いますけどね。一回上杉謙信が大恋愛したっていう話があるんですけど、でそれを止めたのが柿崎らしいんですよ、うん、やめなさいと、うん、で言ってそこから全く恋愛しなくなったっていう説もあったりするので、その相手は女性なんだ、女性のちゃんと女性なんだ、うん、はい、関東出兵の時みたいですよね、上野、ね、の国のなんかどっかの武将の娘かなんかで、はいはい、他国の武将の娘とは結婚するなみたいなことを柿崎言ったとね、はい、それ以降もう全く恋愛しなくなったっていう説もあったりするっていう、視聴者の皆さんがどう思うか、もうぜひ意見欲しいですよね。そうですね。コメントいただいて、ね、この説もあるんですよ。あったらぜひ教えてほしいです、ね。今教えてください。代表的な5個でしょ。はい。入ってないやつもぜひ教えてもらいつつ、うんうん。そうですね。これ好評であればね、続けていきたいと思いますんで。うん、まあ今日はじゃあこういうところで、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。